はい、えー、コマン長者合宿レイジでございますけども、確かにね、真似は最初、真似しかないですね、最初はね。で、真似ること、これがね、あのー、私のすごく特徴なんですけども、今度はね、教えてくれた人の丸パクリをすることが、これが至難の技なんですよ。私がうまくいった、その要素の一つとして、本当にね、丸パクリしたんですよ。 で丸パクリってのはどういうことかっていうとまずカリキュラムがね順番に送られてきますよねそのカリキュラムの内容をうん、んなるほどっていうことですぐにアウトプットしたんですよ本当に丸々コピーするような感じでサイトの方に反映させたりその日のうちにそのセミナーをしたりとかね講義を見るじゃないですかそその講義を頭にまだ記憶が新しいうちに夕方セミナーなんですよっていうのが逆でねセミナーを例えば日曜日の19時からするとするじゃないですか そしたらその直前2時間前とかに講義見てるんですよ。でその講義の内容のままにやるんですよね。それを繰り返していったんですよ。まあ、ですんで私が喋ってるようであり私があの教えてもらっているカリキュラムのその講師の影が喋ってるような感じですよね。ほんとに操り人形みたいな感じで再現性を持ってやったわけなんです。再現性っていうのを私が再現してるんですよね。 うん、なんかこれもなかなかか難しいんですよどうしても途中で自分なりの解釈が入ったりいやこれはちょっと自分には無理だからこういう風に簡単にしてとかやっちゃうんですけどもそうですね例えて言えばコピーバンドですねうんあの「ゴダイゴ」っていうバンドが昔あって古いんですけどもその「ゴダイゴ」の「ガンダーラ」って曲はすごくいい曲なんですけどもじゃあコピーバンドが出ていってねその「ガンダーラ」のコードを押さえる時にギターが「コード押さえにくいからこれ別のコードにしようかな」と思ったら曲にならないじゃないですか。 あとドラムの人がね、ドラム叩きにくいからこういうの変えちゃおうかなって言ったら、やっぱりガンダーラって元の曲とどんどん変わっていっちゃうんですよね。で、しまいには歌詞が覚えにくいからっていうので、歌詞をむちゃくちゃ簡単にしたら、もうガンダーラって曲じゃないですよね。だからまずは、丸々コピーなんですよ。耳でコピーして、目でコピーして、ソウルで、魂でコピーして、まずはコピーなんですよね。丸々一緒のことでができますかってことなんですよ。ほとんどの人がこの丸々一緒のことができないですよね。私がどのくらい一緒のことをやろうとしたかっていうと、 まずね、このカリキュラムを作った人は何時に起きるのか、何を食べているのか、どんな人と付き合っているのかぐらいを想像しながらやるわけなんですよ。で、丸々コピーしたところ、同じような似たような結果が入れるんですよね。もちろん、年商で数億、数十億っていう数字は出ません。真似なんで。真似ですからね。で、真似できてない部分もあります。例えば、演技をしている顔が違う、声が違う、トーンが違う。 リズムが違ういろんな違いはありますけども、なるべく一緒にしようとした結果、似たような結果が出たってことですよね。縮小版の結果が出たということなんですよ。だそれが最初の1ヶ月で80万ということになりまして、まあ駆け出しとしては十分かなっいうとこですよね。いや、本当にね、私のカリフェラムっていうのは丸パグリだったんですよね。速化塾の初期っていうのは、丸々、その、なんとか塾っていうのがありまして、そこ入ったんですけども、なんとか塾の内容と、 1> 第1話、第2話、第3話ずっと一緒なんですよ、うん。で、セミナーのやり方、いつ終わるのか一緒。オチも一緒。ギャグも一緒。ね。ジングルベール、ジングルベール、鈴がなるっていうね。そんなね、お遊びの動画ですら、もう毎年コピーしてましたね。<laughs> まあ、そんな感じで、私はコピーっていうものを、うん、まあ、遵守していたかなってところですよね。で、まずは、丸々コピーすること。オリジナリティを入れずにコピーすること。 でコピーができたらそのコピーをねもっともっと突き詰めることですね突き詰めて熟成させたらそのコピーから離れてうん自分の色を見つけていく自分のおこうねカスタマイズをしていくわけなんですよねで私は広島というところでやってますでカリキュラムをいただいたところは東京だったんですよだったら地方版にやっていく要するに地方でネットビジネスを覚えたい方よっていうふうにするわけですよね 誰でも学べる初心者から中級者、上級者までではなくて初心者だけなんですよ、私の場合はね。それがオリジナリティの一つでもあったと思いますし、うーん、そうですね。うん、まあ、セミナーもね、うん、まあ、毎日やってましたね。毎日ですよ、本当これもオリジナリティだったんじゃないかなと思いますし、他のオリジナリティとしては質問があったら、その質問に回答する動画を撮ってお送りするみたいなね。そんなこともありました。 まあ細かいところで言うと私のオリジナリティはそういうふうに自分にしかできないサービスをそして上級者がやっていなかったサービスを盛り込んだってところかなと思いますその結果ですね私が購入した塾ってのはまあ40万くらいしたと思いますけども私の塾はね、まあ、最初20万くらいだったんですよでこの価格差があるから売れた部分もあると思いますけどもはっきり言ってお金を出すんだったら上級者に教わった方がいいに決まってるんですよヒルズ族に教わった方が良かったんですよでも ヒルズ族に教わろうとすると、ちょっと距離が遠いとかね、それから一人一人のサポートがどうなんかなっていうところで、地元に住んでる、本当に半径2キロに住んでる、半径2キロ以内に住んでる私が主催した方が安心というね、そういうふうなオリジナリティも見出した方が、そっか塾に入ってくれたってことになりますよね。まあ、ですので、まとめますとね、まずは、最初は、吉田さん言われるように、コピー、これがあの基本ですよ。まるで同じことをする。で、そのうちに、自分の、 オリジナリティっていうのが見つけられるんでそこに入っていくといいですよねずっと真似っていうのはやっぱり続かないですよこれはこれでずっと真似っていうのはいわゆる真似しやすいものが真似されるわけですよねってことは他の真似する人と下等競争になってしまうんですよでまねできないものとしては自分がやっているってことなんですよね自分の色で自分のおこうブランディングがあるっていうことなんですよ他の人が使っているものを避けていくっていうんではないですけどもかぶってもいいんですけれども うんそうですね。自分だからこそできるものをやっぱやっていくってことなのかなと思います。ね、私の場合はね、スーパー乗っかり術ですよ。ね、誰かがやってるところに乗っかる、誰かがライブ放送したら、こんにちは、質問ですとか言いながらね、質問の冒頭には、広島の久保です、速華塾の久保です、隠居の久保です、まずはそれを挟んでいって、しつこくしつこくそうやることによって、なんだ、あの、いつもコメントをする久保っていうのはって感じですよね。ちなみに最近の YouTube ね、 ここ数ヶ月なんですけども、同じ方がコメントずーっと書いてくれるんで、さすがに私も意識しますよ。ライブ放送やっても、同じ方がずーっとライブ放送でコメントしてくださるんで、さすがに意識するじゃないですか。うん。そういうことによって、やっぱりね、二次的に有名になっていく。もう発信してる人に乗っかっていくってことも、重要な、ああ、これね、私のオリジナリティだと思いますけども、これ案外やる人いないですね。乗っかるっての。まあ、もったいないですよね。うん。まあみんなが乗っかってしまうと、私の威力も薄まるんで、このままね、 行動しない人がたくさんいるままでもいいんですけどもね、うん、まあ、ただ成功したいならやっぱ成功者のルートを通ることかなと思います、うん、そんなことですかね、はいうん、じゃあいってらっしゃい